見てて。ほうほけきょうってね、こう蓋したり閉じたりするの。ほうほけきょう。だんだんなんなくなっちゃった。はい、春ですね。ウムイスがいい声で鳴いてます。こういうね、竹やぶの中でウムイスはね、繁殖することが多いんですね。巣作りをすることが多いんですけど、こういうお気に入りの場所の周辺で、ウムイスはホウホケキョと春を告げてくれます。春告げ鳥と言いますけどね。このウムイスが大好きなこの竹やぶのこの竹を使って、この竹ね、シノダケと言ったり目竹と呼んだりしますけれども、この直径が1センチちょっとの太さのこの竹を使って笛を作りたいと思います。はい、これがね、江戸時代に流行ったウグイス笛です。ほら、これを僕たちにもね、簡単に作れる方法があるんですよ。はい、竹を使ってやることと、もう一つの秘密はなんとストローでした。ストローを使うとね、清潔感もあるし、簡単にね、こういうところにくっつけることができるんですね。あと、くっつけたのはね、接着剤じゃなくて、なんとマスキングテープです。今いろんなマスキングテープがね、安く手に入りますから、これでウグイス笛を作ります。5センチくらいですね。3センチくらいのところから先に向かってね、少し薄く皮をね、剥きますよ。ほんの薄くこうしておくとね、窓が作りやすいんです。窓っていうのはね、そこで音が発生するんです。見ててください。ここにね、窓を作ります。こんな風に、ほらね、ここ三角形にね、こうやって入れて、でここをちょっと広げていきますよ。コツが実はここであるんですけど、あとで息を当てるところをですね、薄く尖らしてほしいんですね。そのためにカッターナイフをこんな風に入れて、できるだけエッジが尖るようにですね、します。こうするといい音が鳴るんですね。 ここはね、平らじゃないんですね。ちょうど刃物のようにこんな形に、ここに息をぶつけるっていう感じです。こんなね、ここ周りはね、綺麗に後でしてくれればいいですけど、これでね、もう音が鳴ります。ストロー、半分に切ったストローですね、蛇腹のある方を使った方が子供は喜びますけど、これを手で潰します。こんな風に潰します。そうすると息をね、細めてぶつけた感じになりますから、ここを押さえて、いいですか。あ、なりませんね。あ、なりますよ。ほら、なる場所が、位置があるんです。こう見ててください。どの辺がなりました。この辺ですよね。この辺の場所を覚えておいて、でここでマスキングテープを使えば、ウグイス笛ができちゃうわけです。はい、こんな風に出来上がりです。